いつもすまないな、イネさん。リョウさん、そういえばイネさんと何を話していたんですか？ああ。手紙ですか？中国語？まさか先生を殺した犯人じゃ。わからない。畜生、誰か中国語の読める人がいるといいんだけどな。